マラガコスタデルソル空港は、スペインアンダルシア州マラガ県の県都であるマラガにある空港を。マラガから南西へ約8キロメートルに位置する。画家パブロ・ピカソを記念して、別名パブロ・ルイス・ピカソ国際空港と呼ばれている。マラガコスタデルソル空港は1919 19年9月1日に開港し、トゥールーズ、バルセロナ、アリカンテ、タンジェおよび、 カサブランカとの間で定期便が運航された。1937年には軍に接収され空軍基地となったが、1946年には民間に開放されている。空港ははじめ、エル・ロンペジーズをもしくはガルシア・モラートと呼ばれていたが、1965年の省令によって正式にマラガ空港と命名され、 2011年の奨励でマラガコスタデルソル空港と改名された。1968年に新しいターミナルビルが建設され、便数の増加に伴い1991年には第二ターミナルビルが建設された。第二ターミナルビルはリカルド・ボフィルによって設計され、パブロ・ルイス・ピカソの名が付けられている。2010年にも 観光客の急激な増加に対応するために、第3ターミナルビルがオープンしている。ありがとうございます。